前回の続きでございます。お時間がやってきましたと。バツ。前回はね、この駅を作って、これとね、これを建てましたね。で、それは何のためにやってるかっていうと、これを建てるため。次は井戸端公園。井戸端公園ね。この路線の反対側を作るっていうのもいいね。ここら辺鉄道ね、鉄道で横切るようなとこ、横切るような感じの駅を作りたい。この辺に駅を作りたいね。多分ここから出発したやつがこのトンネルの中で分岐するか形になるので、この辺がいいんじゃないかな。ちょっとね、幅がねないな。 こっち向きでやる方がいいかもしれない。やっぱこの辺で分岐したいよな、できればね。ちょっと狭いんだよな。早めに地下に入っちゃうっていう手もあるんだけど、味がなくなるな。やっぱね、隙間としてはこれぐらいの、これが収まる隙間がね、ここにはないんですよ。ここまで行ってから分岐すると、この駅からね分岐するのした方が良くなっちゃう。難しいところだね。バツ。したら、すべてのご要望を訴えるため、ご要望に訴えるためなら、ここにね、地下に行くよう、ここから地下に行くようにしなきゃいけないな。右側通行だっけ。左側通行。いいんだ。
それで、これ分岐する、上がちゃんと走ってるかどうか確認しないとね。大丈夫ですね。こっちからの列車も問題なく行けます。そしたらこの辺に駅作ることができますので、この段差ちょっと邪魔かな。ちょうど中間の高さがいいんじゃないかな。ここから分岐したやつが、そうだね、まあこの辺まで行きたいよね。この辺まで駅としてはこの辺に、駅に合流した方がいいんじゃないかな。ってことはとりあえずこの辺に駅を作ろう。中に入るかな、線路が。それが不安だな。
日の丸太広場。これはここじゃない方がいいな。こういうところがいいんだけどな。公園か、公式公園もな、ここじゃない方がいいな。公園ってどこだ、どれだっけな。なくなっちゃったな。あ、公式公園あれだ。これが公式公園。サービス会社。
あとね、前に作ったこの駅なんだけど、ここにね、中間駅を作って、こっちから来るときは、ここの駅は通過して、こっちから来るときだけ止まるみたいな駅をね、ここに作りたいなと思います。まず道を作りましょう。この辺がいいかな。操作が分かんなくなるんだよ、突然。やった方が楽かなと思って、ね、産業の像はね、ここじゃなくていいのかな。産業の像。もう建てられるんだ。もうこれ建てられる。そしたらさ、ここに建てちゃおうかな。でもね、これ訪問する施設じゃないからね、買い切りタワーも建てておこうか。買い切りスタジアム、バスがそこに来てるんだね。
こっちに行くときに止まる。こっちから来るときに、ここに止まる。ここを通過するときはこっちから。ことここが駅がさ近すぎるからさ、まあそんな近くはないんだけどさ、歩いても行ける感じなんで。
したら今度は、裁判所を建てたいので、ここからねこっちに伸ばしたところに作りたいんだけど、本当はこの駅に分つなげたいかなと思ったんだけど、どうしようかな。空いてる場所はここしかないからね、そこに駅を作っちゃうとこっちにつなげた方が良くなっちゃうんじゃないかなと思うんだよね。この駅はね分岐に適さないでしょう。まあここは終着駅にしないで停車駅にして、ここまで乗り入れてバックさせてもいいんだけどね。そういうことにするか。この駅もね分岐駅に適さないんだよ。都市間急行、これ都市間急行だっけ。急行だよね多分。ここに駅を作る。時間が来ちゃいました。